い、それではただいまよりエリア決勝ですね、この試合に勝ち抜いた方が全国大会への切符を得ることができます。ただいまより開始いたします。皆さんよろしくお願いします。よし、あ、この後か。はい、それではテクノランド代表若さん対キャッスル店代表のマグヤマさん、まずはエリア決勝第一試合行きましょう。さあ、開幕去っていったのはナオト、エリアル持っていて2年か。さあ、地対空ヒットしてさらにコンボつなげていく2連が上段で締めてメギドを置いて、ここで陽介がクイックエスケープからバックスでちょっと距離を取って逆に画面端で固めていく。さあ、ガード硬い、ここで相打ち。さあ、お互いちょっと様子見でしょうか。しかし体力的に大幅にリードして、ここで陽介バースト使って逆家でカウンター取って、さあ陽介も逆家でここに投げを通して逆家は空振りして、あ、今投げの空振りでしたかね。はい、デノンザッパー、鉄は封じて、これで1ラウンドを取って若さんがまず1本選手。さあ、ラウンド2。さあ、開幕お互いちょっと様子見でしたが、陽介がダッシュして V の時期に千葉市投げを通して固めていく。しかしここで直人が返して中断、陽介区内投げて、さあ、メギドは慎重になりながら、さあ、ナオトのメギドがどこに置いてあるのかね、分かりづらいのがめんどくさそうですが、さあ、ここで投げに行こうとしたら逆に投げ返す、ここにナオトが覚醒して、さあ、ナオトバスト使って陽介のペルソナが割れてしまって、さあ、ナオトとしてはどうでしょうかね、突っ込んでいったところを陽介がペルサーを回復していてガルダン入れて SB 射撃はジャンプで回避していて、ジャンビーヒットで陽介が1本取り返す。さあ、最終ラウンド、さあ、ここでメギドが3個も置いてあった。さあ、逆切れがヒットして、これメギドヒットして、さあ、メギドがすごい置いてありますよ。さあ、ネガペナ食らうぐらいだったらね、守りを固めるといったばかりでしょうか。ボインの時期かな、千葉尻お互い体力はほぼ五分でしょうか。さあ、ナホとかメギド置きまくっていく。ここで陽介視聴性が光ってしまって、ナオトのゲージができている。さあ、引っかかってしまうとちょっと危ないですよ。しかし陽介が攻撃を当てて千葉尻、さあ、浮き上がりどう出る、ベノンザッパーからハーマオンがヒット。さあ、若さんが、さあ、水月翔、ペルソナのある方ですね、対陽介。お互いは技あんまり知らないんでね、実況がすげえ下りそうですが、さあ、開幕、ここでまず、ワンコンボ入れていくのは水月。さあ、起き上がり、熱波 M の 2A やってて、さあ、画面端、足払い、締めて走っていく。さあ、逆ギロをつくるみで返す。陽介パーサー入って、さあ、水月も果敢出ししてて 2A 引っ掛けたところからワンコンボ、陽介ここでクイックエスケープ、ペルさんと一緒に突っ込んでいって V の時期に当たらない。しかし、クライ投げる、ペルさんが消しかけて千葉尻、しかし水月は体力あと半分残ってるんで、おっと、ここで逆で陽介ジャンシーしゃがみヒットから千葉尻すくか、じゃ往復してて千葉尻、さあ、早すぎて何が切れるのか分からないが、ここで水月バースト、体力はほぼ5分、
サバイバルなら投げてガルランで突っ込んでくる。さあ一本選手したのは孫山さんの陽介。さあラウツさあおっと 2B 対空取ったものの、お陽介が返していく。区内投げて端っこ押し返す。さあ 2A からさあ水月は画面端で固めていくが、ここで逆ギレ投げを通して、さあ水月も逆ギレから、おっと陽介も逆で返す。ここで水月投げが通って、つくよみは空振り。おっとしゃがみヒットしたところは陽介さすがにバス入ってしばしにすくかじゃ。そして今の技の名前は分かりません。誰かコメントで補足してください。はい、すいません。さあ体力的には陽介が若干リードしてますが、おっとワンも明日もつながってないが、煉獄で取り返す。さあ最終ラウンド、さあ差は投げて、しかし区内がヒットする。さあお互いちょっと空中で牽制の次第でしょうか。どうですか、上からかぶせていく、こういう逆でスクワミは空振り。おっと対空取って、ワンコンボ、おー逆ギのつくみで返す。非フェイタル技なんで振るのちょっと怖いそうですが、さあここで煉獄入れて大幅にリード取っていくのが水月。そう 2B 対空陽介バーストガードされてバンチキスか。はい、さあ見ていきましょう。おっと開幕お互いちょっとワンコンボずっと入ったものの、体力的にはほぼほぼですが、おっと対空から、おっとバーストガードされてしまって、にえにえにえ後ろ回って、しかしなおとも切り返していく。メギドいけメギドいけ、さあいつの間にかツッコミが目の前に来ていて、逆切れがガードされて煉獄2B で拾い直して、さあ画面端腰腰足払いからクリティカルシュートフェイタルカウンター、ワンホールショット、あと拾えない、逆側空振りボコスター。さあラウンド2タイムを攻撃上げたのはナウト。さあここでしゃがみヒットバスト入って、さあメギドいけメギドいけ、つくみで裏回っていく、メギドヒット、しかし返していく、ここでコーナーに通して、さあナウトは画面端で固めていく、逆切れはカウンターや足払い、さあ足払いは見えていて、ナウドはここで覚醒している。メギドいて中段ワンホールショットでペルさん封じていく。体力的には分からないですよ。さあヒットしてクリティカルシュート、ワンモアファースト拾い切った。さあ優勝は若さんです、おめでとうございます。冷めありません、僕たちがいる限りお前の思うようにはさせない。